あと 800m、 いよいよ勝負どころに差し掛かった。さあ外をついてぐんぐんミスターシクレノンが上がって花を奪うか。抑えちジョージであります。さらにそのメズロアルダン、そしてホグリキャップがその外をついてランニングフリーとともに上がって、いやこれがもう一頭はランニングフリーとともに上がってまいります。早くも前が4頭から5頭広がった。ホワイトストーンは相変わらず内打ち、そしてその外を回りましたがメズロライアンが上がってくる。400の標識を通過、第4コーナーカーブ、抑えちジョージ、そしてオグリキャップ、オグリキャップが先頭に並んできた。中をついてメズロアルダン、ホワイトストーンは内、ホワイトストーンは内、先段4頭アルダンがちょっと下がるか。メズロライアンが外から来た、ライアンが来た、200を切ってオグリキャップ、オグリキャップ、さあ頑張るぞオグリキャップ。抑えちジョージ、ホワイトストーン、そしてメジロライアン、オグリだオグリだ、オグリキャップ、オグリキャップ、優勝ゴール、オグリキャップです。ファンの夢をここで実現したオグリキャップ、最後の最後を飾りました。堂々の優勝であります、オグリキャップです。先頭からおしまいまではおよそ10馬身と詰まって800切りました。メジロパーマーペースアップ、今リードは2馬身でありますが、粗相をついてビワハヤヒでいった、そして連れてレガシーワールド、この辺りホワイトストーン交代した、代わって外をついてスーッとウィニングチケット、東海帝王も上がっていく。あとのグループベガが今5、6番手、ナイスネイチャーも連れて外を回っていい足で上がっていった。それからその直後にはもう1頭ライスシャワー、第4コーナーのカーブ、今400を切って前は3頭広がった。メジロパーマービワハヤヒで、そしてその人に上がってきたウィニングチケット、あとは中をついてスーッと東海帝王が来たぞ。東海帝王が上がってきた。レガシーは現在4番手争い、200を切って坂を上がってくる。ビワハヤヒで東海帝王2番手の位置、ナイスネイチャー追い込んでくる。パーマー交代、レガシー4番手、東海帝王だ、東海帝王だ、1年ぶりの復活ゴール、東海帝王お見事。そしてビワハヤヒで2着。各馬3コーナーへ向かいますが、ザッツ・ザ・プレンティリードは首都 800m を通過、アクティブバイオが2番手、あと外から早めに動いたリンカーン、リンカーンが3番手から2番手、内をついてはタップランスチームを進出。第3コーナーを迎えます、連れてシンボリクリセス、シンボリクリセスは今4番手3番手、ちょっとタンプダンスシティは交代していった。あと全ノロブライウィンブレイズ、 3,4 コーナー中間を通過、先頭はここでリンカーン、リンカーン早めの先頭リードが1馬身、シンボリクリエステスがぴったり2番手マーク、400通過、外を回りまして追い込んでくるのが2番の全ノロブライ、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。先頭は早くもここでシンボリクリエステス、シンボリクリエステス独走体制に入った。 200m を通過した、リードは3馬身4馬身、リンカーン2番手粘れるか、あとは全ノロブライ、そして追い込んでくるウィンブレイズが4番手から3番手に上がれるかどうか。大外は鶴丸ボーイ突っ込んできた、シンボリクリスエスゴールイン、2番手はリンカーン、シンボリクリスエス堂々と連覇を達成しました。さあ残り800を通過、アドマイアメイン先頭です。リードがなくなってきて5馬身4馬身、第3コーナーをカーブします。そして第4メジャーが2番手、名将サムソン3番手上がっていく。あとはデルタブルースポップロック、東証ナイト動いた、 600m を通過、あとは外を回って上がっていったコスモバルク、そしてまだ楽な手応えで4番のディープインパクト、楽な手応えで外を回っていく。4コーナーへ向かっていく、さあゴーサインが出た、ゴーサインが出た、外を回ってスーッとディープインパクトが仕掛けた。第4コーナーをカーブ直線コースに向いた第4メジャー、そして名将サムソン、外から早くもディープインパクト先頭だ、ディープインパクト先頭、 200m を通過した。第4メジャー2番手か、あとは懸命にデルタブルース、ポップロックも突っ込んでくるか。これだ、これがディープインパクトだ、これがディープインパクトだ、圧勝で今ゴールイン、2番手ポップロック、ディープインパクト、最後もディープインパクトです。あとは2馬身差、6番のオルフェーブル、オルフェーブルは後方4頭目の追走で3コーナーカーブにこれから入っていきます。2番のベルデグリーンがその後ろ、11番ラブイズブーシェ、あとは5馬身ぐらい離れて12番のテイエムイナズマ最後方、さあぐーっと16頭が凝縮してきました。残り600を通過して 3,4 コーナー中間、先頭変わった、先頭変わって3番カレンミルティック先頭に変わる、リードを2馬身取りました。2番手1番ダノンバラード、外からオルフェーブルが動いていきました、外からオルフェーブルが動いていった、その後ろからゴールドシップあるいはウィンバリエーション、さあオルフェーブルが先頭に変わって直線に向きました。オルフェーブル先頭だ、オルフェーブル先頭、リードを2馬身3馬身取る、ウィンバリアションが2番手上がってくる、ゴールドシップ外からベルデグリーン、さらにはラブイズブーシェが追い込んでくる、抜けた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 、強い6番オルフェーブル、あっという間にリードを広げました。オルフェーブル圧勝ゴールイン、なんという強さ、全く問題にしませんでした、オルフェーブル完勝、
ラストランを見事に飾りました。